レッドブラフはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部手浜郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2000年国勢調査での人口は13,147人だったが、2010年では14,076人となり7、7%増加した。レッドブラフ市はレディングから南に30マイル、地区の北西40マイル。 州都サクラメントの北125マイルに位置する。シャスタカスケードの中では3番目に大きな都市である。レッドブラフの町が建設されたサクラメント川岸に沿った地帯には昔から野村貴族インディアンが住んでいた。この地域のインディアンは1830年代初期にマラリアが流行した時にその大半が死んでしまった。1840年代に白人が到着した時は ヤナ族とウィンターン族インディアンが住んでいた。1808年にスペインの士官ガブリエル・モラハがサクラメントバレーの南側を探検したがヨーロッパ人がレッドブラフ地域を訪れたと記録されたのは1821年のルイス・アントニオ・アルヘローの探検隊が初めてだった。1828年4月10日、ジェデディア・スミスがオレゴンに向かう途中でここを通過した。 1843年、ピーター・ラッセン、ジョン・ビットウェル及びジョン・バーハイムが、馬泥棒を追跡する過程でこの地に来た。ラッセンは、その後メキシコの土地特許を申請した。現在のレッドブラフがある地域で、最初の家屋は1849年後半に、ジョン・マイヤーズが建てたアドベ小屋であり、マイヤーズはそれを短期間ホテルとして運営した。翌年春クーパーがそこに、 小さなアドベ小屋を建て、AAM デーブルがそこから1マイル北に別のアドベ製ホテルを建てた。このアドベはウィリアム・ビー・アイドに関連付けられているがこれは間違いで、その家屋はレッドブラフの南にあった。1850年、サシェル・ウッズとチャールズ・エル・ウィルソンがレオドシアと呼ぶ街の配置を決め始めた時に街としての歴史が始まった。1854年までは、 レオドシア、さらに、コバーツバーグと呼ばれていたが、この年作られた地図には、レッドブラフという名前が記された。1851年、現在リーズクリークと呼ばれるクリークが、サクラメント側に入るところ近くにエルブリッジ、ジーリードがホテルを建てて、経営を始め、その後の時代に、大きな成功を収めた。レッドブラフは、航行可能な川の最高点にあったので、間もなく、 繁栄をはじめ、北部の鉱山で工業が盛況を極めた初期には、大きな出発点となる町になり、大量の輸送貨物が扱われ、入馬車体が動いた。その後、鉱山での活動が落ち目になるとともに町は衰退したが、1870年代初期に鉄道が敷かれて復活した。1854年のレッドブラフの人口は1000人であり、1860年には、それが、 約2倍になった。1856年に、手浜軍が創設され、手浜の町に、軍庁所在地を持っていこうという強力な動きがあったが、1857年3月にレッドブラフが、軍庁所在地に選ばれた。レッドブラフは1876年に姿勢を敷いた。レッドブラフは、北緯40度10分36秒、整形122度14分17秒。 北緯40.17667度整形122.23806度、40.17667-122.23806に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は7.6平方マイルであり、このうち陸地は7.4平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は1.59%である。 レッドブラフの気候は雨の多い冬と暑く乾燥した夏が特徴である。1月の平均最高気温は下肢54.7度、最低気温は下肢37.0度である。7月の平均最高気温は下肢97.9度、最低気温は下肢65.6度である。年間平均で下肢90度以上になるのが100.1日。 過死32度以下になるのが21.5日ある。過去最高気温は1981年8月7日の過死121度、最低気温は1937年1月9日の過死17度だった。年間平均降水量は23.21インチであり、計測可能な降水比は平均して年間71日ある。 最も降水量の多かった年は1983年の52.98インチ。最も少なかった年は1976年の7.20インチだった。1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1995年1月の21.47インチ。24時間雨量で最も多かったのは1995年1月8日の3.55インチだった。 降雪量は年平均2.1インチである。最も降雪量が多かったのは1972年の15.6インチだった。1ヶ月間の降雪量が最も多かったのは1937年1月の15.0インチだった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。